はい、こんにちは。レトスのおのです。7月27日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。今年の合格を目指すための短期集中実力アップ講座の募集が残り4日で終了となります。今月末で終了となります。もし今年の合格を本気で目指している、でも実力がついていない、そのように思っているのであれば、今から逆転合格を目指しましょう。これまで卓研の勉強したことがない人が、この短期講座を使って、たった3ヶ月で 一発合格した実績もあります。まだ今からでも間に合います。今年合格するのはあなたです。一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。それでは本日の3問に入っていきます。AB 間で金銭消費対策契約が締結された。借り主 B は期限の日に返済のため電車で A の、えー、自宅に向かったが人身事故などの影響により期日に返済することができなかった。 この場合、B は債務不履行を免れる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはツですね。B は債務不履行を免れることはできません。金銭債務の債務不履行では、不可抗力、えー、大地震だったりとか津波とかが原因だったとしても免責されないんですね。で、今回の人身事故っていうのも、まあ、不可抗力の一つです。 つまり、天才などの理由によって、期日に返済することができなかったとしても、債務不履行、履行地帯になるんですね。よって罰だということです。ちなみに、金銭消費対策って何かというと、簡単に言えばお金の貸し借りの契約です。そして、金銭債務。これ何かっていうと、例えば借りたお金を返す義務だったりとか、商品を買ったことによる代金の支払い義務。 これらが金銭債務ですね。お金に関する債務っていうイメージです。あとですね、賃料債務もそうですね。例えば、アパートを借りましたって言ったときに、アパートの借り主は、賃料を大家さんに払う義務あるじゃないですか。その賃料債務もお金に関する債務なので、金銭債務に当たります。卓券試験っていうのは、はっきり言って勉強の仕方、覚え方、まあ、理解の仕方も含めます。それが分かれば合格できるんですね。 で今回も金銭債務え簡単に説明しましたけれども難しくないですよねでもほとんどの解説書っていうのが分かりづらく書いてあるんですよもしくは書いてなかったりでこれだとですねもう自分自身で別途調べなきゃいけないってなっちゃうので面倒くさいし時間かかるし結局調べれなければ理解できないまんまになっちゃうんですよね、まあ、そうなるとやはり合格するのは難しいですでレトスの短期講座ではできるだけ分かりやすく解説して 短期間で合格力をつけていただけるようにしています。なので勉強しても理解できないなという方は、ぜひ短期講座で一緒に勉強しましょう。まだ今からでもあなたに今年合格していただく自信はあります。一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。で、問い2ですね。37条書面です。貸主である宅地建物取引業者 A が、借主と事業用建物の賃貸借契約を締結した場合、 A は37条書面を作成した上で、借主に交付しなければならない、丸か×かという問題ですね。で、答えはどうなっているかえ。答えは×ですね。自ら賃貸する場合は、宅券業法の適用ってありません。つまり、貸主 A さんっていうのは、借主に対して37条書面を交付する義務ってないんですね。宅券業者が売買や交換でえ契約の当事者である場合、例えば売り主だった場合ですよね。 買い主だった場合もそうです。その場合は相手方に対して37条書面を交付しなければいけません。売り主業者であれば、買い主に対して37条書面交付しなければいけないし、買い主業者であれば、売り主に対して37条書面を交付しなければならないということですね。でも、宅建業者が貸借の当事者である場合、つまり貸主だったり、借り主だったりする場合ですね。今回の問題っていうのは貸主なんです。貸主っていうのは、 相手方に対して、つまり借り主に対して、37条書面の交付義務ってないんですね。まあ、これは先ほど言った通り、自ら賃貸をする場合は、宅建業法の適用がないからなんですね。貸主業者 A は、借り主に対して、37条書面を交付する義務はないので、罰になるということです。これは重要ポイントなんで、必ず頭に入れておきましょう。で、問い3ですね。建築基準法です。建築主は、 えー、木造以外の建築物、えー、延べ面積200平米について新たに増築して延べ面積を250平米とする場合建築確認を受けなければならないエマルかバかという問題です、えー、答えは建築確認受けなければなりませんで今回問題文では木造以外の建築物って書いてあるんですね で木造以外の建築物というのは、まあ、非木造建築物なんですけども、この非木造建物というのは、例えば鉄筋コンクリート造りだったりとか鉄骨造りとか、まあ、そういったものですね。そういったものについては、延べ床面積200平米超、もしくは2階建て以上、どちらか一方に該当すると、 新築したり増築したりする場合に建築確認が必要になってくるんですよ。まあ、今回増築の場合なんで、増築後の延べ床面積で判断します。まあ、今回増築後250平米となってますので、200平米を超えてますよね。従って建築確認は必要です。で、まあ、この問題っていうのは語呂合わせを使ったら簡単に解ける問題なんですね。なので短期講座ではこの語呂合わせをお伝えをしております。覚えるのが苦手という方は、この語呂合わせをぜひ使ってみてください。 はじめにもお伝えをした通り短期集中辞書アップ講座募集終了まであと4日です効率的な勉強ができれば今からでも間に合います今年絶対合格したいもう来年は勉強したくないそういった方はこの下の概要欄から短期講座の詳細をご確認くださいお申し込みもそちらから行えます今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょうレトスの者でした